共産主義再検討は、イタリアの政党。共産主義再検討、欧州左派、共産主義再検派とも呼称される。共産主義政党として、PCI の左翼民主党への再編に反対して1991年に、決闘された。イタリア共産党の再左派グループを源流としており、イタリアにおける共産主義の再検を目指している。1991年2月、 イタリア共産党のアキレ・オケット書記長は、東西冷戦の終結という情勢から、党の恩恵化を進め、最終的に、共産主義から社会民主主義への転換を決定した。以前から共産党は、議会制民主主義との共存を目指して、ユーロコミュニズムという方針をとっていたが、それでも、共産主義の完全な放棄には少なくない、反対意見が生じた。 PCI 指導部が反対を押し切って左翼民主党を決闘すると PCI の古参党員であるアルマンド・コススタ上院議員が共産主義再建運動を提唱したこの動きに党内左派のグループが呼応し党外でも震災翼系のプロレタリア民主主義が協力を声明した百九十一年十二月イタリアでの共産主義の再建を目指す諸勢力が結集して 共産主義再検討が決闘された。提唱者のコスタが党議長に選出され、同じ PCI 出身のセルジオ・ガラビーニ会議員が初代書記長に就任した。翌年の総選挙で再検討は、会員35議席、上院20議席を獲得して、第5党となった。1993年、左翼民主党を離党したファウスト・ベルティノッティ、 下院議員が再検討に入党した。1994年1月、ベルティノッティが第2大初期長へ選出されたことは再検討の転換点となった。同年の総選挙では左翼民主党が中心となる政党連合、革新同盟に参加して、下院39議席、上院18議席を獲得した。1995年第一次、 ベルルスコーニ内閣退陣後に成立したランベルト・ディーニ政権を支持せず数名の議員が離党してユニテリアン共産主義運動を結成した。同年に党政年団として共産主義政権が設立された。1996年4月総選挙では左翼民主党の新しい政党連合オリーブの木に参加しなかったが緩やかな協力関係を維持した。 得票は、下院で8.57%にまで達したが、議席増加につながらず、上院でも伸び悩んで、下院35議席、上院10議席に止まった。しかし、左派連合のオリーブの木と右派連合の中道右派連合が喫行した情勢で、キャスティングボードを握り、最終的に、格外協力という条件で、第一次、ロマーノ・プローディ政権を擁立した。 決闘大会ベネト州の再建党支部、建物も赤色に塗装されている更新する共産主義青年のデモ大九1998年、左翼民主党は左翼民主主義者としてさらに恩賢化を進め、中道色の強い第一次、プロディ政権をめぐって再び党内対立が起きた。ベルティヌティ書記長は、格外協力の中止を主張し、コススタ党議長は、 左派政権の維持を求めた。再検討の中央委員会が、閣外協力中止を議決すると、コスタは自身の党を離れて、イタリア共産主義者党を決闘した。コスタトップドシーは連立支持を続けたものの、議会過半数を失ったプロティ政権は、内閣不信任案により退陣した。ベルティヌッティと再検討も目的は達成したが、 相当数の議員が離脱したことで統制が大きく後退した。2001年、同年の総選挙は共産主義再建の主導権をめぐる争いとなり、再建党は以前よりも退調したとはいえ5%の得票を集め、共産主義者党はオリーブの木に加盟しながら1.7%に止まった。議席数は下院11議席、上院5議席に減少したが、 旧支持層の大部分が離反しなかった意義は大きく、イタリア最大の共産主義団体という立場を確立した。協情的な共産主義者が再検討から去り、代わって党指導部を掌握したベルティノッティ派によって様々な求心的な社会運動が取り込まれ、また、イタリアにおける反グローバリズム運動を再検討が主導した。 2004年、欧州左翼党の結成に参加し、並行して、オリーブの木と関係改善が行われて、左翼民主主義者との協力関係が回復した。同年の党大会ではベルティノッティ派、共産主義派、トローツキスト派に支持者が三分された。2005年、同性愛者であることを公表している、ベルティノッティ派の日弁ドラカイン議員が、プーリア州の知事選に再検討から擁立され、 保守的とされる同州で知事統制を果たした。2006年、再検討はオリーブの木を発展的に解消した選挙連合ルニオーネに加入して総選挙を戦い、下院41議席、上院27議席と過去最大の議席数に躍進した。ルニオーネも右派連合に勝利して第二次プロティ政権が成立。今回は再検討も正式に 与党入りして、パオロ・フェレーロ会議員が、社会連帯政策担当大臣として入閣した。他に、ベルティノッティが会議長に選出され、党派中立の原則に従って、初期長職を退いたことからフランコ・ジョルダーの会議員が、第三大初期長に就任した。2007年、第二次、プロディ政権が、レバノン侵攻に対する平和維持軍への参加。 およびイサフに対する派兵継続を決定すると、ヨーロッパ各国の極左勢力から厳しい批判が行われた。再検討でも連立離脱を求める動きが起き、3度目の党内対立が発生した。党指導部は連立残留を決定したが、トローツキストの大部分が離反して、イタリア労働者共産党、共産主義者新党、批判的最悪などが相次いで分離した。 2008年、政権基盤が弱体化した第二次、プロディ政権は、総辞職に追い込まれた。同年の総選挙で再検討は、イタリア共産主義者党、民主的左翼、緑の連盟と独自の選挙連合、二次の左翼を決闘したが、得票率は選挙連合全体で3.1%に、止まる惨敗に終わり、阻止条項規定によって、加盟政党は全議席を喪失した。 敗北の責任を取ってベルティノッティは、政界を引退、ジョルダーノも初期長を辞任した。公認の初期長は旧進運動の統一戦線を目指す日弁ドラ元州知事に対し、伝統的な共産主義政党への回帰を主張する旧、コスタ派に近いパオロ・フェレーロ元大臣が対抗馬に出馬し、僅差で、フェレーロが第四大初期長に選出された。年、ベルティノッティ派は、 左翼のための運動を決闘。後に、同党は、左翼、エコロジー、自由に再編された。再検討もコスタ派の共産主義者党と選挙連合、反資本主義者、共産主義者リストを結成したが、同年の欧州議会選挙では、得票率3.4%に止まり、議席は獲得できなかった。2012年、反資本主義者、共産主義者リストは、 左翼連盟として継続されていたが、同年に活動を停止した。2013年、総選挙で、中道政党の価値あるイタリアと選挙連合、市民革命を結成したが、得票率は2.2%に止まった。2014年、欧州議会選挙で再検討と、左翼、エコロジー、自由が、選挙連合、別の欧州をつプラスとともに、を、結成。 阻止条項である4%をわずかに上回る4.03%を得て3議席を獲得した。選挙連合内で再検討には1議席が配分され、エレオノラ・ホルネンザが欧州議会議員に就任した。2015年、左翼連盟が正式に解散された。2017年、マウリツヨアチェルボ元会議員が第5代初期長に選出された。2018年、 総選挙で極左政党の選挙連合、人民へ力を。2、再検討も参加を表明したが、得票率は1.1%に止まった。2019年、セル型政党と合流して決闘された、イタリアの左翼と、新たな選挙連合、左翼を結成して、欧州議会選に挑むも、1.75%しか得票できず、議席を喪失した。2019年、 5つ母子同盟を離党したパオラ、ヌグネス上院議員が再検討に入党、11年ぶりに国会議席が復活した、党議長初記長、ありがとうございます。